マミムメモンセイカです。今回のパートは趣向を変えまして、キャラクターメイクや私のファッション感について語っていきたいと思います。動画のタイトルにいつも通りゼノブレイドクロスってついてますけど、ほぼ関係ないことをダラダラ喋ってますんで、ラジオ感覚であまり本気に捉えずネタ程度に聞いてくださると幸いです。前置きはこの辺にして、最近のゲームってマルチ対戦だったり協力プレイだったりオンライン要素を含んでることが多いじゃないですか。私はね、基本的に RPG 好きということもあって、オフラインゲームばっかりやってきて、っていうかオンラインゲームなんて性格的に廃人になる気しかしなくて、ずっと避けてきたんですよ。これでも一応、ちなみに初めてのオンラインはモンハンの P2G で、一人じゃどうにも素材集めができない防具があって、ついつい手を出してしまったオンライン。本格的にやっちまった感があるのはドラゴンクエスト10ですね。最初なんでドラクエがオンラインなんだって文句言いながらも、ドラクエだからプレイしてるとか言って、来月でもう4年ですからね。2キャラ同時操作で遊んでたりとか、サブキャラ作ったりとか、プレイ時間もメインキャラだけで6000時間になるわみたいな話がちょっとずれました。でね、そのあたりからね、人のゲームならではのファッションセンスに触れる機会が増えたり、男性は男性のキャラクターを使っているものだと勝手に思ってたんですけど、意外と女の子を使ってる方がいて、最初はびっくりしてたりして、いろんな人がいるんだなって思ってたんですよ。まあ、言うて私も牧場物語だったら断然男性主人公派で、女の子をはべらせてキャッキャウフフしてるからさ、人のこと言えないんですけど、つまり君は何が言いたいんだいっていうことで、今回私が話したい内容はこちら。女の子のキャラクターに着せる服の男女による違い、こちらについて私が思ってることを語っていこうと思います。友達も大していない世界の狭い私が勝手に思ってることなんで、真に受けないで、軽く軽く聞いていただけると嬉しいです。まずね、女の子のキャラクターに対しての男女による感覚の違いなんですけど、女の子が女の子のキャラクターを使うときって大抵は自分自身だと思うんですよ。自分を投影して自分としてゲームの中を冒険してるっていうか、ま、これはきっと男性が男性のキャラクターを使うときも同じことが言えてるんじゃないかなって思いますけど、で、男性が女の子のキャラクターを使うとき、この気持ちを一番表現できる言葉ってなんかないかなって考えてたんですけど、すごいしっくりくる言葉を思いつきました。俺の子が一番可愛い。理想の女の子でも俺の嫁でもないんですよ。俺の子が一番可愛いんですよ。まあ人によってね、可愛いに当てはまる言葉が美人だったり、その人の趣味になるかもしれないですけど、どうですかね、会心の出来じゃないですかね。聞いてる人でそれは違うぞって人がいたら、ぜひコメントで教えてください。あと、操作キャラクターって意外と背中を見てる時間が多いから、男の尻を見てるよりは女の尻を追いかけてる方がいいとか、以上を踏まえまして参考資料を用意したんで、こちらをご覧いただければと思います。まずはエルマさんです。普通の画像を出そうと思ったのに、うさ耳がついてる写真しか用意できてない自分に憤りを隠せないんですけど、まあうさ耳はないものとして、これがまあ通常のエルマさんですね。耳はないですよ。
で、ここからですね、ゼノブレードクロスはファッション装備という機能がありまして、装備している防具とは別に見た目だけの装備を着せることができるんですね。さて、プレイヤーの皆さんはどうするでしょうか。こちら、あ、またムサ耳ついてるこれもムサ耳がない手でお願いします。なんでウサ耳ついたままなんだろう。で、こう休日のエルマさんって感じでね、ブレードスーツもいいけど、こういうカジュアルなエルマさんもいいよねっていう。クエストクリアしてくるとこういう装備も手に入っちゃうんですよね。なんでインナー着てないのっていうね。シャツぐらい着てほしいんですけど普通こんな格好しませんよね。で、次ダイブシリーズ、スイムシリーズね。ゼノブレード無印でも水着ありましたよね、確か。この辺はまあお約束っていうやつなんですかね。でも言うて水着ですからね。ここは未開拓の地なんですよこれからこの地を探索して調査しようっていうんですからね。どこを持ってるかとか言ったらどうするんでしょうね。刺さりまくりますよ。でも上が見せぶら的な感じで、ファッション的にはこういうのは嫌いじゃないんですよね。暑苦しすぎずすっきり見られるっていうか、まあこれはこれでおしゃれ感があるっていうか、エルマさんの短パンで、私がプレイして装備でできるのはここまでですね。これはもう無理ですね。見てて恥ずかしいんですよねなんでですかね。同性だからですかね。現実的に見てしまうんかな。これは恥ずかしいですね。まあダイブシリーズは嫌いじゃないです。そもそもダイブって何なんですかね。ダイビング的な感じなんかな。男性だったら確かウェットスーツになるよね。これはもうぶっちゃけ下着ですよね。まあビキニって言ったらこんなもんですけど、プールとか海ならこの格好は水着として見てられるんですけど、さすがに街中でこのプレイは恥ずかしいですね。まあでも褐色肌に白ビキニはいいですよね。それは認めます。エルマさんは好きっていうフィルターがあるのかわかんないですけど、ファッションが楽しくて素材集めに苦労したり疲れたりするとちまちまといろいろ見て楽しんでましたね。でもそれでもやっぱり初期装備の赤いスーツが一番好きですね。次にさやかです。金色のダイブシリーズ、極上みたいですね。こういう格好好きです。なので私結構知ってましたよね。こういう組み合わせになると金持ち衆が主婦っていうか、なんとなくうさんくさい感じが出てくるのはなんでなんでしょうか。で、好きじゃないからって言って経験もせずにうだうだ思うのは良くないと思って、時々全身水着で収録することもありましたね。この動画を見てくださってる方の中に水着好きの人がいるかもしれませんからねファンサービスじゃないですけどやってみてました。けどやっぱり寒そうしかしこうなってくると話が違いますよね。参考資料として持ってきちゃう私も私ですけど、これはいけませんはい、じゃあ次にりんちゃん。りんちゃんは個人的には短パンが好きです。短パンっていうかこうエネルギッシュで若いからこそっていうか、まあ似合うと思うから着せてるんですけど、こんな感じにするのが好きでしたね。セーターもなかなか似合うし、何色が似合うんだろう、いろいろ色はあったけど、この画像の上下だと異素材だからちょっと違和感があるかもしれないかな。パーカーにジーンズを履かせてみると悪くはないんですけど、やっぱこう足を出してた方がリンちゃんっぽいなぁとは思ってましたね。リンちゃんに露出させるならここまでが限界ですね。限界っていうか、むしろこの格好は好きな方ですしね。で、こっからアウトな雰囲気になってくるんですよねさやかとかエルマさんとかね、成人してるんならいいんですけど、13歳にはねちょっとね、これはね
ロリってこういうのとかやっちゃうといけないことしてる背徳感がすごいですね。黒って大人っぽく見えるからなおさらね。はい、スイムシリーズ。はい、おまけ。はい。なんだか結局よくわかんない。よくわかんなくなってきちゃったんですけど、結果的になんか水着談義みたいな感じになってしまったんで、他に参考資料持ってきました。ドラゴンクエスト10の画像なんですけど、他の MMO でもこういうネタ的ないじり方されてるのかわかんないですけど、ドラクエ10では L 文字っていういじり方をされてる方々がいらっしゃいまして、L おじっていうのはエルフの女の子を操作してるおじさんの略らしいんですね。で、なんて言うんだろう、やっぱりね、女視点で見るとそんなの可愛いに決まってるじゃんっていう格好されてるんですよ。なんかこれぞ俺の子が一番可愛いって言いますけど、でもね、なんかね、可愛いのは知ってるよ、でもねっていう、なんだろう、めんどくさい女の子がありまして、まあ、はっきり言っちゃうと羨ましいんですけど、そんな L おじファッションを頑張って考えてきたんで、ゼノブレイドクロスとは全然関係ないんですけど、ついでなんで見てってください。で、意外と、L おじファッションを作るのって難しくて、なんかね、作ってるとどうしても自分流っていうのが出てきてしまって、なんかこれじゃない感が出てきて、なんかどんどん迷走していっちゃうんですけど、なんとか自分を殺しつつ作っていってみました。で、迷走しながらも作っていったらいつの間にか結構量になったんですよね。なので説明なしに淡々とスライドショーです。皆さんは足はがっつりと露出してほしい派ですか、それとも絶対領域をめでる派ですか、どっちが多いんかなと思いながらも両方作ってたんですけどいや、エルコ可愛いですね。基本的に何でも似合う、可愛い。なんか私はオーガの女の子とプクリポの男の子の2キャラをメインに使ってるんですけど、オーガはどっちかっつうと美人にかっこいい系なんで、こういう装備が似合わないんですよね。なんか乳が大きいし、胸周りがすごいなんかこう爆乳というかすごいんですよなんかものすごい自己満足動画になってますけど、まあ作ってて楽しかったですね。てか、この装備の色を染めるのに花を育てるか買ってこなきゃいけなくて、普段ならレアの花とか使わずにどれだけノーマルの花で可愛く見せるかでゴールドを節約して作ってたんですけど、この企画のためだけに姿見だけで完結させてるので、レア花を使いたい放題で楽しかったです。で、可愛いだけじゃあれなんで、 L おじならこういうかっこいい系も作るんじゃないかとやってみました。装備の色が服のじゃない、髪の毛の色に引っ張られるからさ、結構ピンクが多いんですけど、髪型とかね、変えるにもお金がいるんでバリエーションを増やすよりもゴールドをケチってしまいました、すいません。この赤い装備とか会心の出来ですね。こういうなんかブラッドの高級感もすごいですけど、実際ゴールドもすごいですでね、エルコがね、こんなにいいのにね、人間の姿になるとこんな残念な感じ。エルコってほんとすごいんですよね。可愛いは正義です。まあ、これも外しちゃいけないと思って水着も持ってきました、ご確認くださいあと体操着というわけで、とてつもなく何が言いたいのかわからないようなネタ動画になってしまったんですけど、下手に時間をかけてしまったんで、ボツにしようにも気持ちが悪くて無理やり完成させてしまいました。最後まで見てくださったそこのあなた私の自己満足に付き合ってくれてありがとうございます。これからも一緒に女の子をめでていきましょうはい、ご視聴ありがとうございました。
やっと雨になりました。このままゼノブレードクロスをプレイしたいのもなんなんで、残りの時間はコメントでいただいた暴虐の警告のアンノーンなんだっけ、こうアンノーンなんとかの上にいるこのガービューが雨にいるらしいので話しかけに来ました。はい、あーそう、あーちょっとくれるんだ。もう会うことないの？あ、20万もらいました。まあお金はいいんですけど、なんでここにいたんだろう。てかね、忘却の警告ね、なかなか雨になりにくくて、まあこの大地を見てもらったらわかるんですけど、なかなか雨になりにくくて大変でした。で、今のノーマルクエストは私カラセミって読んでたんですけど、ウツセミって読むらしいですね。意味はこの世に生きてる人、そういう意味なのかな。これもいただいたコメントできました。ハンティングっていう白樹の大陸のノーマルクエストがあったじゃないですか。あそこで私なんかこうあまりにこうなんかこう嫌な気分になりながらやってたんで、すごいスルーしてたんですけど、途中の雑魚と戦ってる時になんか武器が出てたみたいですね。もうさらっと捨ててますけど、申し訳ない。全然なんだろう、何考えてたんだろう。あの時なんかすごいこうなんか不機嫌そうにやってましたよね。多分なんかいろいろうんざりしてたんだと思うんですけど。で、夜の商業エリアに来るといいよっていうコメントがあったんで来たんですね。で、デュークとフィネを見つけました。この2人がそのハンティングのノーマルクエストの生き残りですね。何ですか？何ですか？原生生物について聞く。全てを破壊し尽くすまで凶暴化をし続ける厄介な化け物がいる。へえ、そうなんだ。すごいね、先鋭だったんだね。言い方へえ。何ですか？はあはあはあ、コロンダスさん、はいはい。じゃあこれからどうするの？何？あ、これまだ肉体の体なんだ。これ亡くなった人どうなるんだろうね。何？あー、そうなんだ。でもなんだろう、なんかディルクはなんかこう自分の寂しさをこの人のに依存して埋めてる感がすごい、なんだろうなんだろう、なんか嫌なんですよね。なんだろう、受け付けない。